こんにちは、この部屋の小島です。今回はウェブセミナー攻略セミナーのご案内をしたいと思います。ウェブ上でセミナーを行うこと、オンライン上で、実際に会場を借りてとかではなくてオンライン上でセミナーを行う、これをウェブセミナーというんですけども、ぜひですね、今回のセミナーお申し込みいただきたい方っていうのは、ウェブでまずそもそも集客ができない人で、集客はできるし、なんかそこそこ認知はしてるんだけども商品がなかなか売れない人ですね。販売ができない、この集客から教育を行って販売するっていうプロセスを一気にできちゃうのが、実はこのウェブセミナーの魅力なんですね。なのでこれをやっていただくと、もちろん集客できるっていうこともそうなんですけども、確実に売れていきます。たとえ商品高いものあなたが扱ってたとしても売れていきます。それを、しっかりね、シナリオとか、動線っていうものを構築することで、高額商品が高確率で売れていくってことを実現するわけなんですが、その秘密っていうのを今回のセミナーで公開していきます。では簡単なスライド資料を通して、どんなことをね、ウェブセミナーの攻略セミナーで扱っていくのかっていうですね、カリキュラムっていうところと、あとウェブ集客で押さえておいてほしいポイントも合わせて説明していきますんで、最後までご覧ください。はい、ではこちらでセミナーのご案内をしていきたいと思います。売り込まずに自然と高確率でお客さんを獲得する方法、ウェブで必要なセールス3つのステップということでお伝えします。まずセミナーで得られることなんですが、売り込まなくても自分の商品が自然と、あなた今持っている商品が自然と売れてしまう方法がわかります。で、自分の理想のお客さんだけを集める仕組みの作り方がわかります。嫌なお客さんとか合わないお客さんには自然と降りてってもらえるような、そんな仕組みの作り方をお伝えします。で、たとえ集客がね、そんな大人数できないよという方でもご安心ください。少人数でも高確率で制約するセールスの手法が身につきます。実はこのセールス手法を身につけていただくと、セミナーだけじゃなくてですね、ブログとかメルマガとかステップメール、こういったところにめちゃめちゃ応用が効くようになりますし、これを、この原理原則なんですけど、これをいろんな場面で当てはめていただくことで、ウェブ集客がめちゃめちゃ楽になりますので、ぜひね、今回の楽しみの一つとしてこれを身につけていただければというふうに思います。で、実際にこのやり方をですね、過去のセミナー参加者ってところにやってもらったところ、実践報告が上がってきましたので、シェアさせていただければというふうに思います。言われた通りやったら、制約率 80% 出ちゃいましたって報告を直接こうメッセージでいただいたんですね。で、10人中8人ぐらいのレベルですよね。で、その後また高額な商品を買ってくれたみたいなんですよね。そのセミナーに来た人が。っていうふうに、1個こういったセミナーを制約率の高いこうキラーコンテンツって呼んでるんですけど、これを持っていると、本当にいつでも売り上げ上げられる安心感とかね、出てきますんで、ぜひ1つウェブセミナーを取り入れてみただけ、見ていただければというふうに思います。で、ウェブセミナーって何ということなんですが、ウェブプラスセミナーです。オンライン上で行うセミナーですよということですね。で、実はこのね、ウェブセミナーって最も高確率でお客さんを取れる手法なんですね。で、僕らも何回もいろんな手法を試してきましたけども、ウェブセミナーほど、高確率でお客さんになるセミナー、やり方ですか、ウェブ集客の手法ってないんじゃないかなって本当に思いますので、ぜひこのやり方取り入れていただいて、今すぐね、試していただければというふうに思います。で、なんでウェブセミナーやった方がいいかっていうと、5つのメリットがあって、まず動画の途中で離脱されることがありません。僕らの今回のセミナーでお伝えするやり方っていうのは、録画した動画を見てもらうんじゃなくて、ちゃんとリアルタイムでオンラインで行うセミナーです。なので、会場型でやってるやつを、そのまま、ズームなりスカイプなりのこのオンライン上になったようなもんだと思っておいてください。なので、途中でどっか行っちゃうとかね、動画を停止されてどっか行っちゃうとかありません。リアルタイムで行うので、離脱されることはありませんよと。ということですね。で、離脱されることがないに通ずるんですけど、長時間のコンテンツでも割と聞いてもらえるわけです。本とかね、録画の動画って飽きてね、どっか行っちゃいますよね。途中まで読んでもう読めない、飽きたってなっちゃうんですけど、やっぱり人対人なんで、長時間、2、3時間のね、コンテンツをギュギュってまとめるフォーマットとしてはすごい最適だと思います。で、参加者の上限がありません。これは、例えば10人ぐらいのキャパの会場ですよったら10人以上入りませんよね。30人までの会場だったらそれ以上入らないじゃないですか。ウェブ上だとそれが比較的ありませんし、スモールビジネス規模であればもう十分、もうほとんど上限がないと言っても過言ではないぐらい、そのキャパがね、広いですので、この上限がないっていうところでも、やっぱ売り上げっていうところではかなり影響してくるんじゃないかなというふうに思います。四つ目、実際にその場にいる必要がないと。これは参加者からしても、この運営者側からしてもそうなんですけども、例えば東京駅でセミナーをやるって言った時に、東京駅に行かなくても自宅とかオフィスでもセミナーを受けられるので、その場にいる必要がありません。で、もちろんセミナー講師である、あなたの立場でも移動する必要がないんで、すごく楽に運営できますねと。で、5つ目なんですけども、レンタルする必要はないと、会議室を。
ということですね。で、これ結構ね、ネックになってるスモールビジネスオーナーの方ね、話を聞くと多いらしいんですけども、まあそもそもオンライン上でやるので、会場予約は一切必要ありません。で、それに伴ってかかるキャンセル料みたいなこと、もしね、やらないってなったらキャンセル料かかると思うんですけど、それもないですよ、ということです。で、例えばね、比較として YouTube のなんかでこう、録画した動画を見てもらうのはどうなんですかってあるんですが、これはまとまった時間をとって見るという場合にやっぱ不向きです。途中で止められたりだとか、スキップされたりしちゃったりしますよね。なんでこれ教育のコンテンツとしては不向きかなと思います。あとオフラインですね。これはさっきも言ったんですけど、参加者が限られてしまうのと、会場費がかかるのと、まあ、プラスやらなかった時のキャンセル料もかかっちゃうんで、まあ、こういうことがかかってしまうと、やる側のハードルも上がっちゃいますよね。なんでそれと比べると、やっぱウェブセミナーというフォーマット自体ね、優れたものなんじゃないかなというふうに思います。で、ウェブで、まあ、そもそも論に戻って、商品を売るために必要なものは何でしょうか？必要なことですね。最も重要なことは何だと思いますか？それは、セールスをすること、販売をすることです。ただし、売り込みではありません。売り込みではなくて、冒頭にも言った通り、自然と売れるってことですよね。この自然といかに売れるか、売れちゃったよっていう状態を作り出すかがポイントになりますので、でとはいえ、ウェブセミナーなんでちゃんとセールスをするわけです。セールス特化のセミナーなんで、セールスをするんだけれども、その塩梅ですよね。売り込みにならないようにちゃんと教育するにはどうやるのかってことをね、今回のセミナーでもお伝えしていきます。で、ウェブのセールスですよね。で、やらなければならないことっていうのがあって3つあるんですけども、まず必要性を育てます。ね。あなたの商品、サービスとかその考え方に対して、それが必要だよねって思ってもらう。そしたら、欲しいと思ってもらうと。必要でも欲しくないものは買えませんから、欲しいと思ってもらう。そして、いざ行動するときの懸念点ってものを払拭する。そうすることで自然と売れてきます。まあ、各々のところでやることってあるんですけども、大きく言うとこの3つを取っ払っていただくとですね、ちゃんと売れるようになりますよ、ということです。どうやってやるかなんですけども、売れるセミナーの3つのポイントっていうのがあります。3ホワイトテンプレートということで今回明かしてしまいますが、なぜその考え方がまず重要なのかっていうのをまず教育します。セミナーの冒頭で。例えばダイエットのコーチなんかがいたとしたら、そのダイエットの人がですね、糖質制限を推してると。じゃあ糖質制限をそのお客さんにやらせたいってなった時に、いろんな考え方がある中で、なんで糖質制限なのかって考え方を植え付けます。その次に、糖質制限は分かったけど、いろんな人がいるよねと教えてる人。その中でもなんであなたなんですか？なんであなたをわざわざ選ばなきゃいけないんですかってことを教育します。でそして、分かった。でも、半年先でもいいよなと。1年先でもいいよなって方がやっぱいるので、なんで今なんですかってことを教育します。この3つがちゃんと自然に戦略的に並べていると、ポロッと売れていくんですね。非常に不思議なんですけども、先ほどの成果報告の 80% を超えした人も、基本的にはこの3つしか考えていません。ということですね。すごい強力になります。で、60% 超えのセミナーシナリオの例ということで、これはあくまで一例なんで、すべての人に当てはまるわけじゃないんですが、例えば、まあ、最初にプロフィール言いましょうと。で、その後に興味を引きましょう。そしたら、このなぜの3つで3連チャンですね。で、行動を促進しましょう。まあ、何かしらのセミナーの後には行動を促さなきゃ、そのお客さん、ユーザーたちはね、視聴者たちは聞いてくれないので、まあ、何かの行動を促しましょうと。まあ、各々のところでやることはたくさんあるんですが、まあ、こういったことをね、セミナーでお伝えしていきます。で、まあ、セミナーではもっと突っ込んだ内容をお話ししますので、楽しみにしてほしいんですけども、じゃあどういうことを実際やるのかってことですね。セミナーの内容をお伝えしていきます。成果を出している人は必ずやっているウェブセミナー最強のルールということでですね、もうこれいろいろ書いてあるんですが、大きくまとめちゃうと、コンテンツ戦略です。コンテンツ、これは売るためのコンテンツじゃなくて、教育をするためのコンテンツっていかに作っていくかっていうのが、これからのウェブ集客をちゃんと円滑に進めていくために必要なことなんですね。で、やっぱそのコンテンツのもうセールスをするための最たるものっていうものがウェブセミナーになります。はい。なんでこのね、ご自身のキラーコンテンツってものを一個持っておいてほしいので、今回のウェブセミナーを取り入れてみてください。ということなんですね。はい。なんで、まあウェブでコンテンツマーケティングとか言いますけども、もう最たるもののこのウェブセミナーってことを学んでいただきます。で、専門家が明かさないウェブセミナーの隠された真実ということなんですが、まあ、とにかくさっきも言った通り、一番ね、最たるものがウェブセミナーって言いましたけども、ウェブマーケティングの中って、ウェブセミナーをですね、専門家とか、ちゃんとウェブ集客うまくいってる人っていうのは、どういうふうに利用しているのかっていう、ちょっと裏側の事情も話しながら、これをお伝えしていきます。ので、ウェブセミナーの秘密とはって2番目にありますけども、実は結構簡単に、
できちゃいますので、この簡単にできるから何回もできるんで、成果が自然と上がっていくっていうのは実は秘密だったりするんで、この辺を詳しくお伝えしていきます。売れない時代はウェブセミナーで売ると、2つの重要ポイントということで、まあ、自然と売れちゃう、勝手に売れちゃう仕組みを今回作っていってもらう、そのヒントをね、得てもらうんですけども、でも、押さえとかなきゃいけないポイントがあります。で、大きく2つありますんでですね、この2つってものをまずは押さえてから始めていってください。で、今のあなたのマーケティングがどんな状況なのかっていうね、健康診断みたいな診断科目がありますので、これも一緒に考えてもらいます。そして、成約率 60% が平均、売れるセミナーシナリオの作り方ということですね。さっきの 3 for why っていう話もね、もっと詳しく入ってきますけども、全体のシナリオをどう作るのかっていう簡単なフレームもシェアしますんで、ぜひご自身の今のコンテンツ、今の商品サービスに当てはめて使ってみてください。まあ、ちょっと専門用語とかも出てくると思いますし、体系的にね、すべてテンプレート化しているので、この辺の話からちょっとヒントになるような話を抜粋してお伝えできればなというふうに思います。120点のウェブセミナーが作れても売り上げにつながらない理由ということで意外かもしれませんけれども、完璧なセミナーを作っても実は売れない方もいるんです。結構いるんです。その理由は明確で、セールスパッケージがないからなんです。ですね。ウェブセミナーってそもそもウェブセミナーがすごいものができたって言っても、なかなかこれだけだと売り上げにつながらなかったりします。実はその前の聞く人がどういう人なのかっていう環境づくりが必要なんですね。で、この環境づくりを作るには、ウェブ集客の動線づくりが必要なんです。セミナーの本編だけではなくて、聞く人がどんな状態で来てくれるのかっていうところをコントロールしていくのがとても重要なんで、そこのコントロールの仕方ってこともお伝えしていきます。そして、ウェブセミナー集客、4つの武器を攻略ということで、まあ、実際に、じゃあウェブ集客なんでどういうふうにこう手を動かしていったらいいか、どういうふうに準備していけばいいかっていうと、ウェブセミナーを開催するまでに集客しなきゃいけませんよね。集客のために必要な道具とかツールってどんなものがあるんだってことをすべてご紹介していきます。はい。そうですね。で、ウェブセミナーの成果を10倍に上げる運用管理の方法ということで、まあ、ね、これ出血をしたらって書いてありますけども、まあ、一発で成果出る方もいますけども、ちょっと出なかったなって時に、どう修正したら成果がすぐ出るんでしょうかということをお伝えします。で、この修正力ってものを持っておくと、もう一生安泰です。そうですよね。だってここが悪いってなった時に、あ、ここが悪いって分かって、いいね、まあ、何でしょうね、処方ができるので、そうすると改善されます。このサイクルで PDCA で基本的にはウェブマーケティングが回っていますんで、ここのスキルさえ身につけば、成果がたとえ出なくても盛り返せますので、こう身につけていただきますよということですね。で、まあ、今回ね、こんな内容をね、カリキュラムとしてお伝えしていくんですけども、もうこれだけは言えることで、ウェブセミナー、売れているものには必ず型があります。で、今回この型っていうものを持ち帰っていただいて、自分の商品サービスにアレンジを加えていただければなというふうに思います。で、ウェブセミナーってものは行うものだと思っちゃうと思うんですよ。例えば動詞的にはね。でも、実は持つものなんですよ。なんで、一家に一台みたいな感じで持ってもらうことなんですね。で、この持っているとずっとこれをやれば売れると。ね。この商品売りたい。どうやって売ろう。あ、ウェブセミナーを一つやればいいんだなっていうふうに思ってもらえますので、この一家に一台、ウェブセミナーを所有するっていうイメージでね、ちょっと参加していただければというふうに思います。で、このような方はぜひお申し込みくださいということで、ウェブ集客でこれさえやればいいが欲しい人。まずこれやれば売り上げ上がるんでしょっていうところが欲しい方ですね。で、ウェブセミナー、興味あるんだけれども、何から自分は手をつけたらいいかわからないという方。セミナーはやったことあるんだけど、いまいち売れない人ですね。で、まだありますよ。無理な売り込みをせずにお客さんから、向こうから欲しいと言ってもらえる仕組みが欲しい人。まあ、こういった方も大歓迎ですね。で、今現状、紹介がメインになっちゃってて、まあ、いずれね、それが、まあ、なくなっちゃうのが怖いと。だから、きちんと狙って理想のお客さんを引き寄せると。いう集める仕組みってものが欲しい方。こういう方にもぴったりの内容になっています。ぜひですね、一緒にスモールビジネスの現場で鼻歌混じりにウェブ集客を実践していきましょう。これがセミナーの内容になります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、一家に一台じゃないですけど、ウェブセミナー持ってると本当に集客が楽になるし、売るストレス、売るハードルが本当限りなく、もうね、ゼロに近づくんですよね。なんで、ウェブ集客これからやっていきたいっていう人であれば、ぜひウェブセミナーと手法を今すぐに取り入れてみてください。それでは、あなたとセミナーでお会いできることを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。